台湾が中国軍に対し一発でも実弾威嚇射撃をしたら全軍総攻撃だ。中国の驚きの命令に台湾と深いつながりを持つ、日本が立ち上がった話を紹介するぜ。日本人として誇らしい話だね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。実は台湾には防衛省から省補で退職した、日本人の自衛官が派遣されているのを知っていたか？省補とは自衛隊の階級の一つで、組織の上下関係と指揮系統を格付けするための制度なんだ。幹部だった自衛官は退職したのに、再び派遣されなければいけない理由があったのね。中国が台湾周辺での軍事行動を活発化させ、台湾海峡情勢の緊迫度が増していることを受けた措置で、情報収集を強化するためなんだぜ。台湾にはこれまで退職した自衛官一人が駐在していて、当面は安全保障担当を二人体制にすると明らかにしたんだ。派遣されたのは自衛官ではなく背広組と呼ばれる、文官職員一人で、2023年春に着任しているんだな。政府は2022年の夏にも派遣する計画だったが、産経新聞の昨年6月の報道を受けて中国側が抗議したため、保留されていたんだ。日本と台湾は深いつながりがあるのね。日本と台湾の間には1972年の日中国交正常化以降、外交関係がなく財団法人や日本台湾交流協会の台北事務所が、事実上の大使館業務を担っているんだぜ。駐在する各省庁の職員は同協会に出向して、民間人として派遣されているんだな。今に始まったことじゃないのね。そうだぜ。これまでも外務省や経済産業省、さらに警察庁や海上保安庁などは現役職員が派遣されているんだ。防衛省は中国の反発を懸念して現役自衛官の派遣を避けてきたんだな。だが2003年以降に省補で退職した自衛官一人を陸海空自衛隊から持ち回りで安全保障担当主任として派遣してきたんだぜ。派遣しなければいけない理由は何だったのかしら？近年の台湾情勢の緊迫化を受け、台湾当局との意見交換を含め情報収集の強化のため、現役自衛官に格上げすべきだとの声が政府自民党内で浮上していたんだ。防衛省は21年末から検討を始め、現役職員とはするが文官に留める折衷案を計画したが、中国の抗議を受けたな上げされていたんだな。すべては中国の行動に伴って日本の現役職員を派遣していたってことだ。中国国民はこの反応をどう見ているのかしら？中国が台湾周辺での軍事行動を活発化したことで、不安を感じている台湾人女性の話を紹介するぜ。そんな不安とともに、日本の自衛隊が台湾に来るかもしれないと知り、喜びも感じていたんだな。経験者が語るエピソードは重みを感じるわ。なんで日本の自衛隊を喜ぶのか気になるところだね。日本がどうして台湾に人材派遣してくれるのか気になった台湾女性は調べた結果、日本との深いつながりを知ったんだ。さらに日本をきっかけに台湾を支援する国が他にもあったんだな。それじゃあ台湾人女性ファンジュンのエピソードを紹介するぜ。彼女は台湾の基隆市に住んでいる26歳の女性だ。基隆華市は台湾北部の玄関口で日本統治時代、台湾に渡ってきた日本人の大半はここで上陸の第一歩を遂げた地なんだぜ。出会いと別れの地で、多くの日本人がお世話になった場所でもあるのね。ファンは台湾の記者として働いているが、最近気になる情報を仕入れたんだ。そもそも中国は台湾を自国から分離したせいであり、いずれ中央政府の支配下に置かれるべきと考えがあるため、中国と台湾は仲が悪いんだぜ。でもそう思っているのは中国だけで、ファンをはじめ台湾人にとって台湾は中国の一部なんて考えていないんだな。台湾は自国であり一つの国家であるって思っているんだ。ファンは中国から攻撃を受けたらどうしようって不安になるけれど、中国と戦争が起こるだろうと考えている台湾人は少ないんだな。ファンは中国の攻撃に脅威を感じているけれど、他の台湾人はそこまで危機感を感じていないってことかしら。記者ならではの視点があるのだろうね。台湾民主基金会という、世界中に民主政治を促進することを目的に設立された調査で、国民の反応が明確になったんだぜ。いずれ中国と台湾の間で戦争が起こると思うか、という質問に対して回答者の3分2の 60% 以上が、あまりそう思わない、全くそう思わないと答えているんだ。つまり台湾の緊張状態をよそに、多くの台湾人が比較的平静を保っていることを示す調査結果だったんだな。ファンは記者だから人一倍、世界情勢を知っているからだと思ったけれど、それだけじゃないのね。ファンの周りの台湾人も危機感を感じていないからこそ、心配性だななんてよく言われてしまうんだぜ。そんな時ファンの幼馴染からあるメールが届いたんだ。
それは日本が台湾窓口機関の台北事務所に、防衛省の現役職員を派遣する方針を固めたという内容だったんだな。ファンは地域ネタをメインに活動する一方、幼馴染も記者で政治や国の記事に携わることが多いんだぜ。だからそこから得た情報に偽りがあるとは思えなかったんだ。日本の政府が発表した内容に間違いなかったのね。幼馴染との会話で台湾には日本での任務を終えた日本人自衛官が駐在していることを知ったんだぜ。さらに今後現地での情報収集や政府各自衛隊との密な意思疎通が必要なことから、現役防衛職員を派遣することになったというわけだ。危機感を感じていたファンにとって朗報でしかなかったんだな。中国の動きに敏感になっていたからこそ、待ってましたと言わんばかり日本人を歓迎してくれたのね。その通りだぜ。中国が台湾周辺での軍事行動を活発化させ、台湾海峡情勢の緊迫度が増しているのは事実で、ファンはとにかく不安を感じていたからな。派遣するのが防衛職員なのね。自衛官かと思っていたわ。そうだ。自衛官ではなく背広組と呼ばれる文官職員の一人で、自衛隊ではないんだぜ。さらに日中関係への影響を考慮し、現役とはするが文官に留める方針で、現役自衛官の派遣は今後の検討課題だと知ったんだな。当面は現在駐在する元自衛官一人と、追加で派遣される二人体制で台湾に駐在しているんだ。日本人の駐在を知り安心したって話かしら？それで終わりじゃないんだな。ファンの不安が拭われるわけではなかったんだ。よくよく考えたら派遣されるのは防衛職員だけで、中国が攻めてきた時に二人体制っていうことに、不安しか込み上げなかったんだぜ。不安ばかり先走るファンに対し幼馴染が発した、中国はこの日本の行動にビビっているんだ、との言葉に驚いたんだな。どういう意味だったのかしら？そもそも中国の習近平総書記は、台湾問題で完全な統一は必ず実現できると台湾統一を強調していたんだ。これは2024年までに台湾に侵攻するなどと、相変わらず台湾有事を煽る声もあったんだぜ。現に台湾の周辺で中国の軍用機が多数立ち向かい、台湾の防空識別圏に侵入する事件が相次いでいたんだな。そうだったのね。そこまでして中国が台湾を統一したい理由は何かしら？歴史的に台湾はもともと中国の領土だったというのが、中国側の主張で台湾は清の支配下にあったんだ。日清戦争に敗れたことで台湾を日本に取られ、その後未だに中国が奪えないままでいるんだな。つまりもともと中国のものだから中国へ返せということだぜ。1949年に毛沢東が中国を創立した時から一貫して、台湾を一刻も早く統一するという目標を掲げているんだ。随分前から台湾を手に入れたかったのね。でもいつでも台湾を手に入れるきっかけがあったように思えるけれど、当時の中国には台湾を攻められる力はなかったんだな。だが徐々に勢力を強め軍事力を使い、台湾を統一する構えを見せているんだぜ。と言っても中国は、戦争を始めれば多くの犠牲が出ることも分かった上で、戦争を避け平和的な手段で統一したいと考えているんだな。習近平氏は国会会議にて台湾の代表と会談を行い、長期にわたる政治対立を次の代へと、引き継ぐわけにはいかないと発言していたんだぜ。つまり自分の時代に台湾を統一するっていう決意表明かな。台湾はそれを受け何か対策しているのかしら？台湾は警戒を強めているんだ。今や中国の防衛費は台湾の10倍以上にもなっているから、戦争が始まれば勝ち目はないんだな。2022年8月にはアメリカの議員が台湾へ来日したのをきっかけに、台湾の周りで中国軍による大規模な軍事演習を行っていたんだ。ミサイルを飛ばしたり台湾を包囲する演習は、台湾人にとって危機感を感じるきっかけになっていたんだぜ。身をもって経験することは大事だね。さらに台湾近海では日本やアメリカ、イギリスやオランダ、さらにカナダやニュージーランドの6カ国で、海軍による合同演習が行われていたんだな。同時にアメリカも中国に対して苦言を言っていたんだぜ。これまで中国の軍用機が台湾へ侵入する事件が多発していたが、これにより侵入する軍用機は1機だけになったんだ。アメリカも台湾の味方と解釈していいのかしら？アメリカは台湾関係法に基づき台湾に武器を販売しているんだぜ。この法によりアメリカは台湾の自衛を支援しなくてはならないっていうわけだな。だからこそ中国は台湾統一するためには、平和的な解決を望んでいるんだ。台湾の安全保障のために規定を含むアメリカの法律があったのね。昔からある法律だったのかな？
1979年4月に制定された法律で、台湾との米華相互防衛条約の終了に伴って、台湾を防衛するための軍事行動の選択肢をアメリカ大統領に認めることができるんだぜ。と言っても台湾の防衛を保障するものではなく、アメリカの伝統的な外交安全保障戦略は、戦略的曖昧さとも呼ばれているんだな。通常の軍事同盟のように台湾に駐留しないものの、武器の売却など支援をする内容を含んだ防衛関係なんだぜ。アメリカも台湾の未来が平和的に解決することを願っているのね。アメリカのバイデン政権も、台湾統一を掲げる中国の脅威が高まったと見ているんだな。実際に軍事力の戦力は陸上部隊だけで、中国の41万に対し台湾は8万程度なんだぜ。アメリカの州政府所属の軍隊、連邦軍とは別の部隊で軍と警察との中間的な存在である州兵が、2023年1月台湾軍への軍事訓練を拡大していたんだ。アフガニスタン紛争やイラク戦争にも参加していて、州兵によるウクライナ軍の訓練が、ウクライナ侵攻でロシア軍の進軍阻止に効果を上げたとも言われているぜ。心強い部隊だね。地上配備型対艦ミサイルや、対戦車システムの売却を承認したりと、州兵の活用は訓練の種類をさらに広げ、台湾へ武器の提供を強化しているんだな。互いに協力を深め中国制止を急いでいることは間違いないな。アメリカは武器を売却するだけでなく、兵器の使い方とか教えることで台湾の軍事力を支援しているのね。ファンの不安は和らいだかしら。幼馴染みにも心配しすぎだと言われたファンだが、それでも中国の脅威がどれほど大きいのか気になり、深掘りし調べることにしたんだ。まず驚いたのは中国が太平洋をほぼ制圧しているという記事だ。危機感を感じていない幼馴染みも驚いていたんだな。これは中国とインドの国境問題だったんだぜ。インドと中国では 3440km に及ぶ国境は、大部分が確定されておらず国境をめぐる紛争地域は、ネパールを挟んで東西に分かれているんだな。中印国境紛争とも呼ばれ、中国が資源の豊富なチベットを併合した以降から、ヒマラヤ地方で国境紛争が起こっているんだぜ。と言っても昔の話でしょう？今の台湾と何の関係があるのかな？紹介した中印国境紛争は1951年以降から起こり、未解決のまま棚上げされた状態だったんだが、2020年に再熱したんだな。再び紛争が始まったのは西部のカシミール地域のラダックで、45年ぶりに死者が出る紛争が勃発したんだぜ。インドと中国は互いに睨み合う中、インフラ設備の整備を完了したい中国の対抗措置により、起きた紛争だと考えられているんだな。中国もこれら係争中の国境地帯でも、インフラを広範囲に開発していて現在も開発を継続しているんだ。緊張感が高まる一方だね。インフラ整備とはいえ何を作りたかったのかしら？中国は過去数十年にわたり国境インフラを構築してきて、パンウォン湖に2つの橋を架けるために基盤を整えていたんだな。このパンウォン湖はインドの国境付近に位置していて、実質インドが3分の1で中国が3分の2支配しているが、水上で分断され曖昧な場所に国境があるんだぜ。全てが中国の土地ってわけでもないのに、勝手にインフラ整備を始め、なおかつ村などを建設したことでインドを怒らせ、揉めるきっかけを作ったというわけだ。西部で始まった紛争といえど、徐々に両国全土へ広まっていけば戦争になってもおかしくない話だわ。中国軍はインド側への侵入から撤退するどころか、より長期に駐留し徐々にインド側への侵入を行うため、施設を整えつつあるんだぜ。中国はインドとの国境に限らず、南シナ海でも同じ行為を行っているんだな。南シナ海においてスプラトリー諸島やパラセル諸島、マックレスフィールド岩礁群やプラタス諸島、これらすべての領有権を主張しているんだ。さらに付随する排他的経済水域の管轄権も主張していたぜ。領有権をめぐる対立は難しい問題だね。ちなみに最初にこの海域の測量や探検を行ったのは、イギリスでありスペインも領有を主張したことがあるんだ。さらに中国は驚くことに海域に存在する暗礁を埋め立て、人工島を作ってしまったこともあるんだな。やりたい放題といえば正解かしら。南シナ海は現在、中国をはじめ台湾やベトナム、フィリピンさらにマレーシアやブルネイの6カ国が、領有権を主張しているんだぜ。つまり中国のものではないにもかかわらず、主張を続ける経緯を知ったファンはこのまま台湾に、何もしてこないなんて思えないと不安を募らせていたんだな。ファンを安心させてあげられる話題はないものかしら。霊夢はいいやつだな。ファンにとっても安心できる話題があったから紹介するぜ。
それはインドが途上国と協力して、中国に対策しようと活動しているニュース記事だったんだな。2023年1月12日から2日間、インド政府主催でグローバルサウスの声サミットという、途上国を集めたオンライン会合が開かれたんだ。日本のメディアでグローバルサウスという言葉が、広く使われるきっかけにもなったサミットなんだぜ。かっこいい名前だけど、どんな意味があるのかな？インドが建設した狙いはロシアのウクライナ侵攻をきっかけに、長年のパートナーであるロシアとの関係を維持し、都合のいい外交的方便になるためだと示唆されているんだ。さらに外交の軸として途上国連帯を打ち出し、2024年4月に予定されている総選挙も視野に入れ、国内向けのアピールとも言われているんだな。世界が直面する諸問題に対し、真摯に向き合っていることがわかるわね。インドは中国に対し何を始めたのかしら？インドは中国の一帯一路に対抗する姿勢を見せているんだ。ちなみに軍事力でインドはアメリカ、中国、ロシアに続き4位だが国防費に関しては第3位に上昇しているんだな。それにインドは軍事兵器の国産化も進んでいて、2022年には弾道ミサイル発射実験に成功しているんだぜ。空母や戦闘ヘリコプターの開発にも成功し、最近ではドローンや宇宙とかにも力を入れているんだ。インドも味方になってくれたら台湾も喜ぶわね。と言っても日本とインドは関わりがないのよね。いや、インドと日本は緊密な軍事的関係を築いているんだぜ。太平洋及びインド洋における安全保障を維持する利害を共有し、国際犯罪やテロリズム、さらに海賊行為、大量破壊兵器の不拡散の分野で協力している関係なんだ。前に説明した中印国境紛争をきっかけに、インドは台湾に対し大きな関心を示していたんだな。さらに2023年8月、半導体や電子ディスプレイに力を入れているインドが、台湾に製造工場の建設を進めていると発表されたんだぜ。そうだったのね。期待が膨らむプロジェクトだね。ちなみに台湾は半導体の先端製造技術は所有していないものの、成熟プロセスや車載半導体技術を有しているんだ。ファンの幼馴染と同様にそこまで不安にならなくても、大丈夫な気がしているけれど何が一番心配なのかしら？ファンはネットでアメリカ情報当局が言っていた話を思い出したんだな。習主席が中国軍に台湾沖縄海域に展開せよ。台湾が中国軍に対して一発でも実弾威嚇射撃を行ったら、全軍総攻撃って命令を出していたんだ。外事警察関係者によれば習氏はパニック状態で、国家崩壊危機だと指摘され、事態打開のために発言した内容だと言われているんだな。驚愕の内容で緊迫感が増すわね。台湾に限らず日本にも沖縄海域といい、日本の領海に侵入した事例も起きているぜ。台湾では中国海軍の空母やミサイル駆逐艦など、計6隻が沖縄本島と宮古島の間を南下して、東シナ海から太平洋に航行しているんだな。沖縄東方の太平洋上で軍事演習を実施し、艦載戦闘機とヘリコプターの発着艦が、約180回も確認されているんだ。外事警察関係者が言う習氏はパニック状態って、あながち間違っていないのね。そのために日本もアメリカと手を組んで、対策を練っているんだな。インドと日本は安全保障共同宣言によって、台湾を含むインド太平洋の安全対策に取り組んでいるんだぜ。平和が一番だね。何よりも戦争が起きないことだね。世界では今も戦争をしている国があるからな。明日は我が身だと思うとファンのように自国を狙われ、不安に駆られる気持ちがわからないとも言い切れないぜ。台湾の支えとなる日本やアメリカ、さらにインドの存在が台湾国民に勇気を与えられたら嬉しいことだな。これらの話題に対しいろんな意見があるから紹介するぜ。お願いね。インドも日本と同じで、敵対的な隣国ばかりだからどうしても軍事を強化してしまう。遠いけど日本と協力して頑張るのは明るい話だと思うよ。サポートに退役自衛隊員2人と、自衛官1人、さらに警備員3名くらい出してほしいかなって思うよ。台湾の人が中国を不安に思っているように、インドや他の国も不安に思っているんだよね。一番は戦争がないことだと思う。もうこりごりだよ。日本と台湾、さらに日本をきっかけに台湾が他国とつながり、互いに信仰し合える関係を築けたらいいね。それは間違いないな。だが実は日本と台湾は一度断交したことがあるのを知っていたか？1972年日本と中国の国交が正常化したことで、台湾と断交をしていて、日本と台湾の間に正式な国交がないんだ。だが断交しても断交していないような交流をするために、日本は財団法人交流協会、台湾は東関係協会という団体を相互に設立し、交流の窓口があるんだぜ。なぜ断交が必要だったのかしら？台湾が国交を失う背景には、
台湾の国際存在空間を狭め、中国が台湾と国交を有する国に有形無形の圧力をかけ続けた結果とも示唆されているんだな。つまり台湾の孤立を図る中国の戦略ってことだぜ。ただ断交したとはいえ東日本大震災の時、台湾は日本に義援金の支援をしてくれたり侵攻を続けているんだ。中国としては他国より一番に中国を頼ってくれると考えていたが、その期待は大きく外れ日本と台湾は早50年を迎えているんだぜ。日本は台湾と外交関係がない中でも、実りの多い結果を残してきたのね。現に安倍晋三元首相の死去に対する台湾の反応は、日本でもニュースに取り上げられていたんだ。というのも台湾でも安倍氏の銅像の除幕式が行われたからだ。日本以上と言ってもいい追悼の動きがあったのが台湾なんだぜ。日本が台湾有事は日本有事と語ったことや、コロナウイルスのワクチン不足で悩む台湾に対し、日本はワクチン支援を実現させているんだな。こうして侵攻は今でも続いているんだ。時代の流れとともに様々な紆余曲折があり、対立もあっただろうけど、ここ数年の動きを見るだけでも日台の友好関係がわかるものだね。台湾は日本と強い結びつきがあり、欧米からも関心を寄せられている現状は台湾の自信につながっているんだぜ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。大事な土地が、ゴミ捨て場に、貧困問題から発展する、本当の争いを、知っているか？今日は、アフリカの各国が抱える様々な、問題について解説していくぜ。今日のテーマは、貧困問題なのね。重々しい雰囲気だわ。貧困問題を解決すべく、立ち上がった日本人、心温かくも、同じ日本人として誇らしいエピソードを、紹介するから聞いてくれよな。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。なあ霊夢、水や食料の不足、ライフラインさえない、そんな生活を、想像できるか？いや、無理ね。今の日本は、水や食料は買えばあるし、ライフラインだって、当たり前にあるものだからね。そうだよな。現在アフリカの国々は、これらの問題を抱えているんだ。具体的には、どんな問題なのかしら？水や食料の不足、貧困不安定な政治や、治安感染症など、複雑で難しい課題が山積みなんだぜ。中でもアフリカ各国が共通して悩まされているのは、都市部と農村部の貧富の格差だ。都市部では人口が増え続け、排出されるゴミが大きな社会問題となっているんだな。ゴミの処理が追いついていないってことかな？もともとアフリカの各地では、ダンプリングといってゴミを空き地に山積みにするという習慣があるんだ。その結果、有害物質が発生し周囲の環境を汚染しているわけだぜ。ゴミを焼却しないのね。そうだぜ。対して農村部では部族間や民族間の紛争によって働き手が減り、放棄され荒れ放題になっているんだ。さらにのうちには干ばつなどの気候の厳しさが加わり砂漠化が急速な勢いで進んでいるんだな。悪条件が揃っているわけね。その結果、食べられなくなった農民や遊牧民たちが、都市に流入しスラム外を海環境を悪化させているというんだ。負のスパイラルが止まらないわね。そんなアフリカを少しでも良くしよう。アフリカの発展のために尽くしたいと思う人も多く、実際行動している人もいるんだぜ。思っていても行動できない人が多い中、有言実行できる姿勢に賞賛を送るわ。たくさんのボランティアが現地へ向かい懸命に汗水流して頑張っているんだ。隣国だけじゃない、世界中から来ているんだな。もちろんその中には多くの日本人もいるぜ。日本らしく日本の高度な技術や研究理論を駆使してアフリカの環境問題を解決しようと日々努力しているんだ。誇らしいわね。そうだな。ただ行動すれば解決っていうほど簡単な問題じゃないんだ。ボランティアの行動の中には、現地の人々にとって、理解できない活動もあり、苦しめることもあったんだな。良いことばかりだと、思っていたわ。そこで、こんなエピソードを紹介するぜ。今回の背景は、西アフリカに位置し内陸国にある、ニジェールという国だ。ここの環境問題を解決すべく、ゴミを使って奮闘する、エピソードだぜ。そして立ち上がった人こそ、日本人の研究者だ。この行為が現地の人々には、不快だったわけね。気になる話だわ。この物語の主人公は、アナンだ。貧困の中、抱える様々な問題に直面したアナンと、日本人の心温まる、エピソードを聞いてくれよな。じゃあ、アナンの物語の、始まり、僕はアナン、西アフリカの、サハラ砂漠の南にあるニジェールという国で、暮らしているんだ。このニジェールという国は、80% がサハラ砂漠で世界で、最も暑い国の一つと、言われているんだ。気温が、40度を超える日も珍しくないんだ。干からびてしまうわ。想像しただけで、汗が出てきそうね。これだけじゃない、さらに、
厳しいことがあるんだな。干ばつが発生したかと思えば一度、雨季になると川の水位が上がり続けたびたび、洪水災害が起こるんだ。川の整備も万全じゃないから、自然災害に立ち向かうことができないんだな。災難、続きじゃないの。人口は他のアフリカ諸国と比べても多くて2200万人なんだよ。だけど農民が国民の80を占めているにもかかわらず、開墾できる土地がほとんどないんだ。土地を広げたくても、広げられない事情があったわけね。正直、食料も良いものとは言えないんだ。明日、食べるものを確保するのがやっと、という人が多いわけだ。相当、貧困が厳しい状況だね。ニジェールには、少ないんだけどフルベという遊牧民もいて、主に牛を放牧させて生計を立てている人もいるんだ。僕ももともとは、遊牧民の子として生まれてきたんだ。だけど僕が小さい時に、遊牧民と近隣の農耕民との間で、争いが起きたんだ。大人の争いに、巻き込まれていたのね。アナンは、大丈夫だったのかしら？僕は大丈夫だった。だけど僕のお父さん、お母さんは二人とも亡くなったんだ。小さな僕だけ一人、残して。なんてこと、貧困だからこそ、起きてしまった争いだったのかな。一人になったアナンだったが、唯一の救いもあったんだぜ。幸いにも、お父さんの親戚でもあるおじが引き取ってくれて、おじ夫婦の元で生活することが、できたんだ。おじは農耕民で、自分の暮らしも決して裕福とは、言えなかったんだ。それでも自分の子供のように、僕を一生懸命育ててくれたんだ。そんなおじに、心から感謝しているんだ。心優しいアナンだね。幸せになってほしいわ。僕は学校を出て、早くおじの農地で働いて少しでも、おじの暮らしを楽にさせてやりたいと、思っていたんだ。だけど、その矢先、数年に一度の大干ばつが村を、襲ったんだ。そして、ますます暮らしが厳しくなった。耕していた農地は、荒れ果てたんだよ。悪条件が重なって、いたたまれない気持ちだわ。僕は、このままおじと一緒に暮らしていて、いいのかって思っていたんだ。優しいアナンだからこそ、迷惑かけたくないって思いも強いのね。だから僕は、いっそのこと、この村を出て都会で働いて、おじにお金を送った方がいいんじゃないか。って考えていたんだ。でもそうしたら、農地の働き手が減って、おじの負担も増えるから、おじのことが心配でもあったんだ。毎日一体、どうしたらいいんだってやるせない中、先ゆえの見えない不安に押しつぶされそうになっていたんだ。幼いながらも、そんな葛藤と戦っていたのね。強い子だよな。そんな僕を、雄大で何も言わずに、包み込んでくれたのが、アフリカの大地だったんだ。そんなある日村に、外国人の集団がやってきたんだ。日本人の研究者がやってきたのね。ニジェールには時々、海外からボランティアがやってきて、食料を配ったり、農作業を手伝ったり、いろいろ、世話をしてくれていたんだ。だから別に、珍しいことじゃなかったんだ。だけどね、今回の外国人は少し様子が違ったんだ。ボランティアに見慣れているアナンでも、様子が違うって思ったのね。この日本人で、人懐っこそうな笑顔で現地の人々に挨拶し、印象が良かったんだ。だけど、いきなり乾いた荒れ地の周りをフェンスで、囲い始めたんだよ。荒れ地に柵なんか作って、どうするんだって不思議だったんだ。確かに、いきなり突拍子もない行動をされて、驚くわよね。しばらくすると、数台のトラクターがやってきて農地へ、何か撒き散らしているんだ。何を撒いているんだろうって、注意して見ていたら、それはゴミだったから驚いたんだ。土の中から見えているものは、誰かが食べ残した野菜や果物のカス、ボロボロになったタオルにビニールの切れ端や、破れたズボンなんかもあった。日本じゃ、焼却するようなゴミばかりね。日本かなんだか知らないが、わざわざ遠いところから、やってきて僕たちの土地をゴミ捨て場にしようって、魂胆だと思ったんだ。どうせ作物も、育たない砂漠だからって誰かに頼まれて、都会のゴミを捨ててゴミの山を作ろうと、しているんだ。僕は、そうに違いないって確信したんだ。そう思うのも無理は、ないわね。ここからのアナンの行動は、すごく勇敢だったぜ。僕は日本人のところに行って、今すぐゴミを捨てるのをやめるんだと、抗議したんだ。でも日本人は笑って、大丈夫、確かにゴミを撒いているんだけど、しばらく経つと良い土地になるから、今は静かに、見守っていてくれないかって、言ったんだ。正義感の強い子だね。そうやって僕たちを騙して、いつの間にか村をゴミで、いっぱいにしたら放っておいて、どこかへ消えてしまうんだろうって、思ったんだ。そりゃ根拠もなきゃ、いきなりゴミを捨てていく日本人に、不信感しかないよね。だから僕は、日本人の発言を、信じることができなかった。早くおじに伝えなければ、と思ったからおじに会いに向かったんだ。そこには、すでに村人たちも集まっていたんだ。僕は、おじや村人たちに向かって、日本人をこの村から追い出すよう、説得したんだ。騙されていたら、放っておけないわよね。だけど、
そんな僕とは反対におじは、少し困った顔をして言ったんだ。なんて言ったのかしら？アナン、お前の言うこともわかるけど彼が、この土地を以前のような、緑の大地にしてくれる。僕は驚いたけど、続けておじは言った家畜まで、帰るって言うんだ。このまま放っておいても、何も起こらないし彼を信じよう、じゃないかって。おじは、日本人を信じようとしていたのね。もちろん集まっていた村人も、疑心暗鬼だったから、日本人に聞いたみたいだ。ゴミに、シロアリが住み着いているし、ビニールまで、巻き込まれているって。でも日本人は、こう言ったんだ。シロアリがいるってことは、土が良くなるってことだ。そして、ビニールはそのままにして大丈夫だって、答えたそうなんだ。不可思議な行為だね。どんな効果があるか、わからないから理解しがたいものね。おじも村人も、日本人を信じていることに僕は、がっかりしたんだ。それと同時に、あの日本人に騙されているって、思ったんだ。もう、こんな村はダメだ。ずっとおじのことを好きだったけど、愛想が尽きたとは、このことだ。こんな村こっちから、出て行ってやる。僕は、そう決心して短い置き手紙を残して、黙って村を出て行ったんだ。あらら、誰も信じられなくなってアナンはまた一人になってしまったのね。村を出て、人に雨の街に転がり込んだ。ほとんど、身一つで出てきたから、公園や建物の軒下を借りて雨露を、しのぐ生活だったよ。幸いにも、わずかだけど仕事と住むところがあり、そこで必死に働いた。そのおかげで少しずつ、暮らせるようになったんだ。定職に就くことができ、ほんの少しだけど貯金も、できたんだ。アナン、よかったわ。前向きに生きていてくれて嬉しいわ。だけど、ニアメの街でゴミ置き場を見るたびに、僕の心は痛んだよ。僕は思い出すんだ、あの、ゴミが撒かれた村のことを。きっと今頃、あの村はゴミの山に、なっているに違いない。おじや村人たちの、がっかりした顔が浮かんで僕の心は、悲鳴を上げていたんだ。おじに世話になったことも、育った村のことも、アナンには大きな思い出と、財産だったのね。でも悪いのは僕じゃない村のことなんて、もうどうだっていいんだ。僕は自分に言い聞かせて、また一生懸命働いたんだ。そうして2年の月日が流れたよ。いくら月日が流れても、心残りは消えず村とおじの様子が少し心配だった。だから僕は決心した。やっぱり言い聞かせていても、感謝の思いが強いから、気になるよね。少ない貯金を、はたいて土産を買い2年ぶりに、村に戻ってきたんだ。村のバスターミナルを降り、おじの家に向かう途中、あの日本人がゴミを撒き散らした、荒れ地を通りかかったよ。そして目の前に広がる光景を見て、驚いたんだ。何が、起こっていたのかしら？そこには、ゴミの山じゃなく、ふかふかの今にも作物を植えられそうな土が、目の前に広がっていたんだ。しかも荒れ地だった、あちらこちらに草も、生えていたんだよ。日本人は、実現していたのね。驚いたのは、それだけじゃなかった。その草を、むしゃむしゃと食べているのは、牛だ。牛はフェンスの中で、気持ちよさそうにゆっくりと歩いている。そこはもう過去の荒れ地の原型なんて、残っていなかったんだ。確実に、ここには緑が戻っている。子供の頃に思い描いた光景が、戻りつつあるって、僕は興奮したんだ。想像していた景色を、目にして夢のよう、だっただろうね。あの日本人は、まだいたのかしら？日本人も僕を、覚えていたよ。あ、なんじゃないか、久しぶりだね。声のする方を振り向くと、ゴミを散らしていた日本人がいたんだ。再び再会できたんだ。もちろん僕は聞いたよ。どうして、あのゴミから、こんな緑の土地が彼は、笑って答えたんだ。この日本人を見たことないけど、あなん同様優しい人柄が、伝わってくるわね。不思議だろうな、すべて理由があるんだよ。そう言って、家庭を教えてくれたんだ。ニジェールの自然は、とても厳しい雪は水浸し、そして寒気には強烈な、日差しが照りつけ、気温が35から40度と高い。そんな環境下で、荒廃地が出来上がってしまうと、土が硬くなってしまい、木や草を植え付けても、簡単には根付かない。そこでゴミの出番だ。ニジェールの土地を、研究しているからこそ日本人には、実現できる確信があったのね。硬い地盤の上にゴミを投入すると、作動を受け止め、シロアリが集まってくる。出た、シロアリどんな役目があったのかしら？シロアリは巣を作るために、土を噛み砕き柔らかな、表面が作られる。そしてゴミには、カボチャやトウジンビエなどの作物、あるいは家畜の飼料になる、植物の種子が含まれている。改良された土壌の中で、勝手に芽を出し成長してくれるんだ。たかがゴミって、思っていたけどそんな、効果があったのね。ゴミの効果は、まだあるぜ。ゴミの中に混ざっていた、ビニールには水を通さず、土の保水性が高めるんだ。日本でも畑の畝に、わざわざビニールを覆って、効果を活用しているんだぜ。日本でも、実用していた技なのね。それに破れたズボンなどの衣類は、優れた通気性があり、ビニールと共に土の流出を、防いでくれるんだ。
こうやって土壌が良くなると、雨季の後にはどんどん、草が生えてくるわけだ。そこに牛などの家畜を投入したわけだ。家畜は生えてくる草を食べ、排泄物により、ますます土地は、良くなってくるんだ。負のスパイラルから、脱出したのね。家畜が食べない植物も、最終的にはシロアリが食べてくれるから、土壌が悪くなることはないんだ。そうやって、ゴミを撒き散らかした土地は、緑の大地によみがえった。ってことだ。あと何年かすると、木が生えてくるよ。当時、子供だったアナンも大人になり素直に、理解できたのね。僕は、この過程を聞いて日本人に対して、謝ったんだ。あの時は、本当にすみませんでした。僕たちの土地をゴミ捨て場にするな、とかひどいことを言ってしまいました。謝ります。それでも日本人は変わらず、笑っていたんだ。いい人すぎるわ。久しぶりに村へ戻って、おじに会えたのかしら？日本人にも早く、会いに行ってあげてと言われ、すぐに会いに行ったよ。久しぶりに会ったおじは、僕を見て驚いたものの、怒るでもなく出迎えてくれたんだんだ。よかったね、アナンおじも、嬉しかっただろうね。僕は自分の息子のように、可愛がってくれたおじに、どうしても聞きたいことがあったから、口を開いたんだ。ねえ一つ聞いていい？なぜ、あんな風に村を捨てた僕を、許してくれたの？すると、おじはこう言った。そうだなぁ、理由は3つあるかな。一つはお前はいつか、きっと俺たちの行動を、理解してくれると思った。それからおじは、昔の話をしてくれたんだ。話も尽きないって、こういうことね。なあ、前にも言った通り、お前の親父は古部、遊牧の民として強くて、優しい男だった。でも俺たち農耕民との、些細な喧嘩が元で農耕民と、遊牧民との溝が深まったんだ。お前の親父さんが仲裁に、入ってくれたんだけど誤解され、農耕民に家を焼かれたんだ。そんな争いだったのね。燃え盛る火の中で、お前の両親はなんとかお前を、助けようと必死だった。ダイヤけど追いながらも、なんとかお前を抱いて俺の元に、来た時はすでに、お前の親父は虫の息だった。最後まで自分を犠牲にして、息子を守ろうとした、父親の姿があったのね。言葉にならない声を出して、生き絶えたと誓ったんだ。俺に任せてくれこの子を、立派な大人に育ててみせる。そして二度と農耕民と、遊牧民との争いが起きないよう、この子に教えるってな。おじにも固い決意があったわけね。争いが起きないようにするには、まず荒れ果てた土地を、農耕にも遊牧にも使える土地に、していかなきゃならない。だから砂漠にゴミを撒くという、日本人の計画に賭けたんだ。アナンお前には確かに、遊牧民の血が流れている。だがお前には、もっともっと立派になって遊牧民と、農耕民の仲を取り持ってほしいんだ。お前の親父が、そうしたように。おじが日本人を信じたのは、そういう理由だったのね。だから俺はお前を許す。これが二つ目の理由だ。おじの目には、涙が浮かんでいて僕も、気づけば泣いていたよ。だから僕は誓ったんだ。これからはニジェールの平和のために、できるだけ多くことをする。そして僕のお父さんや、育ててくれたおじの思いを、僕の手で実現してみせるって。アナンは、何か始めたのかしら？そう、それから5年の月日が経った僕は、またニアメに戻り今度は、必死で勉強して大学に入り、無事卒業したよ。そして政府機関で、働くようになった今日は、久しぶりの帰郷なんだ。アナン、立派になったね。あの日本人は、最初に会った時と同じように笑顔で、僕を出迎えてくれたよ。彼が、話していた通り、草が生えていた土地は、ついに樹木まで育つようになり、枝には小さいながらも、甘くて美味しそうな、果実がなっていた。おじも立派になった。僕を見て本当に喜んでいるようだった。荒れ地が、みるみる変わっていった様子が、よくわかるわ。聞けば土壌が良くなり、土地に作物が育ち最初は、自分たちの食べる分だけだったのが、多少の余裕が、できるようになった。だから市場に、売りに出せるようになり暮らしも、徐々に良くなってきたらしいんだ。アナンも政府機関で、働くようになったおかげかな。僕はといえば、この村でゴミから土壌改良ができたことで、根拠のある話になったし、何より自分自身が、体験した話だからね。土壌改良を、プロジェクト化して様々な土地でも、実現できるように交渉しているんだ。素晴らしいよアナン、見習わないといけない姿勢ね。そうだよな。アナンの活動によって、救われる人々がいるわけだからな。僕の力は、まだまだだけど、いつかきっと叶えたい夢がある。それは、きっと大きな夢だろうね。それは、このニジェールから貧困や、争いをなくしてみせる、ということだ。決して不可能ではない。だって目の前にいる日本人は、砂漠を生き返らせるという、不可能を可能にしたのだから、真っ赤な夕日が、沈もうとしているアフリカの大地に向かって、僕は覚悟を決めた。以上がニジェール人の、青年アナンのエピソードだ。心温まるエピソードで、感動したと同時に、勇気をもらったわ。
国連から発表された報告書があるから紹介するぜ。2018年時点で世界には推定8億2000万人以上が飢餓に苦しみ、極度の貧困生活を強いられているそうだ。特に農村部での貧困層の問題は深刻で、気候や食料価格の不安定さから十分な生活資金を得られず都市部に出稼ぎに出る農民は少なくないんだな。一方で都市部はそういった農民を全て受け入れるにはこれも十分ではなく、農村部とは別の問題が発生しているんだ。どんな問題かしら？まず一つ目は、都市部の住民から排出されるゴミ処理の問題が特に深刻なんだぜ。ゴミを減らすには分別や再利用などの対策が不可欠だが、人々の認識、施設や運搬処理がうまく稼働していないんだな。ゴミの分別って、日本もそうだけど細かいから、億になることもあるわね。都市部でも、あちこちにゴミの山ができていることが多いんだ。都市部の問題と、農村部の問題、これら3つの問題がある中、海外から多くの NGO や、ボランティアの方々が過酷な環境の中で、奮闘しているんだな。今回の紹介した、ニジェールでの取り組みが、アフリカのみならず、世界中に広がればいいね。それはそうだな。砂漠のゴミが数年後、立派な緑の大地に、変化した動画に対する、海外の反応を紹介していくぜ。これこそが、持続可能な本当のエコロジー、砂漠に農地を作るという、発想自体が素晴らしい。こうした人の活動は、もっと知られてもいいと思う。その通りだね。食料の問題が、様々な大きな問題につながることがよく、わかったわ。食料自体の奪い合いや、土地の所有をめぐる小競り合いの争いに、発展することも少なくない。ってことだ。人間が正常な判断さえ失ってしまうわけね。衣食住、さらにライフラインや教育環境まで何不自由なく生活しているが、全ては誰かの仕事であることを忘れてはいけない。他人事ではなく、明日は我が身だ、自分の問題だと捉え、何か小さなことでも始めるきっかけになればいいと思うぜ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。霊夢、大変な事態が起こっているんだ。いきなりどうしたの？もうすぐ冬が来るっていうのに、また四国で変な病気が流行り始めたみたいなんだ。一体どういうこと？喘息のような症状が出た患者が急増しているらしいが、しかし四国はとある理由ではぐらかしているようだ。だが巷では放射能流出によるものだと噂されていて、今回はその辺を調査してきたぜ。本当の原因は新しいウイルスか何かかしら？その辺についてもこれから詳しく解説していくぜ。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。日本の味方。先日、うちモンゴルのある炭鉱で大変なことがあったってニュースが流れてきたぜ。炭鉱のトラブルかしら？失礼だけど C 国ではよく聞く話だわ。大勢の被害者が出たとか？いや、事故とかじゃなくて、今回のポイントは喘息の患者が突如増加し、病院がパニックになってる点なんだ。9月2日の報道で、内モンゴル自治区フホト市で、激しい雷雨の後、咳や喘息で苦しむ人たちが病院に退去してきたって話だぜ。それは恐ろしい。もしかして何か新しい病気？夏風邪じゃないの？そうかもしれない。ただ、新型コロナみたいな公式な発表はまだ出てなくて、C 国の情報も曖昧な状態だったんだ。でもいろんな情報を探してみると、面白いことも分かってきた。それについて話をしようと思うぜ。情報が不明確だったり疑問があったりするのは、今までの C 国のやり方も関係してるんだけど、今から紹介する内容でも、すでに被害者が出てるのは事実。確実な情報が来るまで、各自でしっかり考えて聞いてほしいんだ。さて、うちモンゴルの病気の話に戻るけど、実際に病院が大混雑してるみたいで、ネットにもその状況の写真や動画が上がってたんだぜ。夜中の病院も大混雑で、呼吸が苦しい人や、薬や治療法を伝える医者の姿も見られたんだ。そうね、病院が混乱するのは、コロナの時もそうだったけど、今回もかなりの事態みたい。その中には、意識がない人や、酸素を取る人、そして咳をする子供たちもたくさんいたようだ。別のエリア、山西省や北京の地域でも目や皮膚が不調な症状が増えているとの報告があるぜ。何かがじわじわと広がっているような雰囲気ね。そしてそれが広範囲にわたっているわ。不穏な感じだよな。
これから先、ネットの情報や個人のブログを参照しながら詳しく解説していこうと思うぜ。アメリカに住む四国出身者の個人ブログには、習近平が情報を厳重に管理している多くの地域で影響が出ているといった情報が上がっていたぜ。情報の厳重管理だなんて、やはり何か大きな問題があるのかもしれないわね。その情報を掘り下げてみると、2023年8月に内モンゴルのウルドスタン港で、放射線被爆の症状を持つ患者が発見されたところから始まったみたいだ。放射線被爆って、もしかして今回の症状と関連が、一歩ずつ見ていこう。ネット情報によれば、この炭鉱は晩鐘炭鉱と呼ばれる場所で、いくつかの金属が混在して埋まっていた場所なんだ。その中には、放射性のウラン鉱石もあったらしいぜ。放射性ウランって、相当リスキーな場所だったわけね。2012年の四国の報道によれば、原爆300万発分のウランが存在するとされる工廠が内モンゴルにあったって話だ。原爆300万発考えただけで恐ろしいわ。ウランと石炭の混在は過去にもあって、2008年に四国の核関連企業が新疆ウイグル自治区で見つけたウラン鉱山も、石炭が混ざっているところだったんだ。そして、今回の問題の炭鉱は、所有権が不明確で長い間放置されていた場所らしいぜ。それに、この土地に関しては、地元の人々と警察との間でトラブルもあったみたいだ。確かにリスクはあるけど、一攫千金のチャンスもあると言えるもんね。結局、この鉱山の監視は武装警察が担当し、ウラン鉱山部分の管理は応急管理部が受け持つことになったそうだ。応急管理部って何？それは災害時の応急対応や安全確保を行う部署のことを指すんだ。その部署が関与するってことは、確かに問題点があったのかもしれないわね。そのウルドス鉱山の権利は、最近新たな経営者に移されていたんだそうだ。この経営者は、ジュンガル盆地での露天採掘経験があり、ウルドス鉱山でもその手法を取り入れようと考えていたんだ。露天採掘って何？採掘というと、地下を掘り進めるイメージがあるわ。露天採掘とは、坑道を掘ることなく、地表から渦巻きのように深く掘り進める方法だぜ。その方法は高い効率や安全性、品質の選別のしやすさなど、多くのメリットがある伝統的な手法なんだ。ただ、地面を削るので、環境への影響も気になるところだな。プラスとマイナス、開発は両刃の剣ね。その露天採掘が開始されたのは8月20日で、6日には石炭輸送のトラック運転手2人が具合を悪くしたみたいだぜ。それは突然の展開ね。彼らも放射線に影響されたの？うん、彼らの体調は明らかにおかしく、尿の色も変わっていたそうだ。そして、病院での検査の結果、急性放射線障害であると診断されたんだ。彼らは亡くなり、防護のため鉛の棺に入れられたとのことだ。鉛の棺って他の人々を守るための対策ね。家族の心情を考えると辛いわ。その事態を受け、上層部には緊急事態として報告が上がったんだ。内モンゴルの応急管理部は、その原因を突き止めるために鉱山へ調査隊を派遣したんだ。しかし、その派遣された人々も、呼吸に困難や喉の痛みなどの症状が出てきたとのこと。本当に驚くべき事態よね。内モンゴルの主要病院の呼吸器専門医は、これは大量の鉱山の粉塵の影響かもしれないと考えた。もしかしたら、軽肺症の症状かもしれないと思ったようだな。炭鉱での作業が引き起こす疾患もあるのね。だけど、石炭労働者の専門病院での詳しい診断結果では、それは軽肺症じゃないということが明らかになった。診察の結果、患者の肺には異常な変化があり、それは軽肺症の特徴とは異なっていたんだ。この状況を見た医師も、放射線が関与していると上層部に報告したみたいだ。それから他の地域にも拡散したの？ああ、その詳細を解説するぜ。実はその頃、フホト市やボグト市、オルドス市は浮きだったんだ。でも、なぜそれが問題なの？石炭が屋外に置かれて日光を浴びると、放射性成分が湿気とともに空中に拡散する可能性があるんだ。そして、雨が降ったり、風に乗って他の地域に運ばれることもあるんだ。フホト市やボグト市での後の放射線量の増加も、その証拠だと思われるぜ。露天採掘後の石炭は、きちんと守られた場所に保管すべきだった。まったく、しっかり管理してほしいわ。ああ、応急管理部も露天採掘が原因と判断し、ウルドス鉱山を放射性の発生源と特定した。しかし、その時には手遅れだった。その頃、放射性物質を含んだ石炭は、様々な場所へと運ばれてしまっていたんだ。本当に最悪な状況よね。拡散されてしまうしかないのかしら。ああ、応急管理部も転身や体現での類似の症状を確認している。被害は拡大していたみたいだぜ。実は、応急管理部はこれを国の上層部や軍の専門家へ伝えるだけで、具体的な対策は取れてなかったようなんだ。
つまり、情報は上層部にも届いていたのね。その通り、応急管理部が報告を止めていたのは14日間。被害が増えている中で、情報を隠していたと非難されても無理はないと思うぜ。それに、聞いたことがあるけど、応急管理部がこの事態の責任を日本に押し付けようとしていたって噂もあるんだ。何を言ってるの？日本が放射能の水を処理していると騒いで、さらにそんなことを考えていたなら、絶対に許せないわ。まったくだ。そんな幼稚な行動をとっている間、被害はどんどん広がっていくのにな。実際、放射性物質が混入した石炭は、何の対策もせずに各地の施設に運ばれていたんだ。早く対策を講じなきゃいけなかったんだ。こんな不注意にも程がある。フホト市だけでなく、他の場所にも被害が及んでいたのね。症状が初めて現れた時、四国の北部は花粉のシーズンだったんだ。多くの人が、それが花粉症の症状だと勘違いしていたみたいだぜ。まさか、周りの人たちはまだこの事態の本当の原因を知らないの？そうなんだ。その詳細は後ほど話すけど、現地の専門医が継続的に診察をして、これが花粉症じゃないと判明したんだ。確かに、ヨモギ島の花粉は雨が降れば地面に落ちてしまう。なのに、問題の症状は雨の日の夜に大量に出ていたってことだな。確かに、雨の日はちょっと楽だったかも。霊夢も花粉症だったんだな。しかも、デカドロンの注射を受けても効かない人が多かったらしいぜ。四国は新型コロナや変な花粉症、喘息といった一連の疾患で大混乱していたんでしょうね。ああ、実はこの問題の前兆は前から見て取れたみたいだぜ。え、何？予兆があったなんて聞いてないわ。怒りが増すわ。霊夢、さっきは台に上がった反照炭鉱のこと覚えてるか？確か、ウランやいろんな金属が混ざってる炭鉱のことよね。その通り。実はこの反照炭鉱が見つかった当時から、これらの石炭に含まれる放射性物質の取り扱いに関する研究報告があったんだ。少なくとも、何らかの注意は払っていたみたいね。そう、石炭を燃焼すると放射性物質が濃縮され、環境や人体に悪影響を及ぼす可能性があることはすでに指摘されていたんだ。でも、鉱山や工場で働く人々や市民の多くは、この放射性物質の存在すら知らなかったみたいなんだ。それが問題視されていたんだ。そんな大事な情報を伝えないなんて勤務時のリスクはきちんと伝えるべきだわ。2012年、グローバルタイムズ紙には、石炭採掘と核汚染リスクについて報道されていたし、市国の原子力部門と石炭部門が対立していたことも取り上げられていた。その記事には、ウランが火力発電所で不用意に焼かれ、放射性の灰が近隣の都市に降るとの専門家の指摘もあったんだ。まさにその通りになってしまったのね。さらに、カナダのある企業が雲南省の火力発電所近くでウランを抽出している工場を持っているって話もあったんだ。ウランがそんな風に抽出されるなんて、C 国の石炭管理は本当に大問題ね。C 国では、ウランの多くが原子炉よりも、火力発電所で利用されているみたいなんだ。記事通り、放射性物質が大量の灰となり、周囲の環境や生命に影響を及ぼすんだぜ。まったく、大雑把にも程がある時代遅れだわ。河北電力大学のユン・レンケイ教授は注目に値するものなんだが、彼が火力発電所周辺の放射線量を測った結果、原発の近くの数百倍もの高い値が検出されたそうなんだ。絶対に汚染されてる枠にはなんで放置してるの？怒りがたまるわ。政府は炭鉱のリスクを知っていたかもしれないけど、それでも収益がある場所だからな。GDP に悪影響が出るなら、少しだけ見逃されても驚かないぜ。だから、労働者や市民は被害を受けてしまうのよね。2019年、台湾の中央通信がキルギスのマイルス町に関する報道をした。旧ソ連時代にここでウランが密かに採掘されていたんだ。その町に住む約2万人の住民は、がんの罹患率が全国平均の 1.5 倍で、ダウン症等の先天性疾患の発生率も高かったらしい。そして、大多数が甲状腺の問題を抱えていたそうだ。これはウランの影響だとしか思えないわ。間違いなく関係があるわ。主な原因は、飲料水を通じた摂取だろうな。2018年には放射線に目を光らせる網を張るという記事が書かれていたんだ。その記事によれば、空気中の放射線量は降雨、積雪、土壌の水分、地下水の水位などに影響されるということだ。やはり、水に関係あるわね。ウランが崩壊して生じる放射性物質は、雨とともに地面に落ち、それにより放射線量が増加するそうだ。一度の雨で、土壌や河川が大きく汚染される可能性があるみたいなんだ。だから、水源に影響が出るのも理解できるわ。
はじめにも、雨の後に病院が混雑した話があったわよね。結局、利益を追う中で犠牲となるのは、何も知らない現場の人々だ。元メディア関連者、長蘭健氏のツイートを見れば、経営者たちが現場を無視していることがよくわかるわ。彼は2014年にオルドス地方を訪れた時、そこの雰囲気は本当に恐ろしかったと言っていた。石炭の採掘や運搬の影響で、黒い粉塵に覆われていたとのことだ。確かに、大気の質は問題が多いわよね。その黒ずんだ空気の中で、高級車が走っていた。石炭の利益を得ている富裕層だ。彼らは経営者や地方の役人、不動産業者などで、その地域の状況を悪化させていたということみたいだぜ。あの時期、石炭関連の業界は経済的には盛り上がっていて、上層部の人々の富や生活レベルはかなり高かったみたいなんだ。彼らは金に目がくらんでて、その他のことは目に入らなかったんだろうね。長蘭健氏は自然や生態系の破壊は濃すぎるものだったとコメントしていた。これが、ネットでの情報の概要だ。どれが事実かわからないけど、許せないわね。もし、これが真実だとしたら、日本も関係外ではないわ。汚染された石炭が日本にも来るかもしれないし、風や雨とともに放射性物質も日本に届くかも。確かに、そういう観点からも、日本には関わりがあるんだよな。そして、ネットでこの問題に関して盛り上がっている理由も気になるよな。それにも、日本の影響があるかもしれないしな。また、日本の責任だっていうの？日本の処理水問題について、地域国が反対していたのは知ってるよな。日本の処理水は安全だと言われているけど、地域国の人たちは放射能に敏感になっているんだ。いい加減にしてほしいわね。放射線測定器がかなり売れてるのは聞いたことあるわ。そう、市民が気軽に放射線の量をチェックできるんだぜ。結果はどうだったと思う？日本の処理水とは比較にならないような高い数値が至るところで出ているっていう話だ。まさにブーメラン効果かしら？笑える状況ではないけど、ブーメランや自爆を渡とか、四国の放射能汚染の話が日本で取り上げられているんだ。まあ私はそんなに小さい心じゃないわ。つい今さっき、ブーメランって言ってただろ。あら、そうだったかしら。でも、こんなに大騒ぎになってるのに、四国の政府はどう対応してるのかしら？政府は放射能が関連しているとは明言していないぜ。四国の反応をチェックしてみよう。四国の主要メディア人民日報は、この問題について専門家の意見を紹介しているぞ。実は、雷雨喘息という症状があって、花粉の多い時期の雷雨を、アレルギーがある人が症状を示すことがあると書かれている。9月5日、北京では雷雨喘息の事例が増えているとの情報が出てきた。このタイミングで、多くのメディアもこのトピックを取り上げ始めたみたいだ。雷雨喘息って、どうやら放射能とは関係ないってことかしら。雷雨喘息っていうのは実在するんだよ。研究もされているしな。この症状は、突然の大雨や台風後に喘息のような症状が出るものらしいぜ。本当にそんな病気があるのね。ワイヤード紙が2016年にオーストラリアでの事例を取り上げていた。ビクトリア州で、雷雨喘息による患者が出現した日から数日間、約8500人が医療機関で診察を受けたみたいだぜ。あら、オーストラリアでもそういうことがあったの？21日の夜、メルボルンで大雷雨があった時、救急電話が異常に多かったらしいぜ。通常の6倍、つまり1870件以上の通話があり、ほとんどが喘息や呼吸困難の報告だったみたいだ。しかも、喘息の既往症や呼吸器疾患がある人だけじゃなかったというぜ。うちモンゴルの状況と似てるわ。恐ろしいわね。その日のメルボルンは、ライグラスの花粉が非常に多かったんだそうだ。ビクトリア喘息財団のロビン・ウルド氏は、BBC へのインタビューで、このような大規模な喘息の発生は珍しいと述べたんだ。この症状の発生は二度目だったらしいぜ。なるほど、そんなに一般的じゃないのね。初めて知ったわ。2010年に、イタリアでも雷雨喘息がオリーブの木の花粉が原因で出現しているようだぜ。だから、雷雨喘息は花粉が起因すると見られているんだ。花粉症自体は想像つくけど、息ができないくらいの状態って驚きだわ。花粉症というのは花粉が粘膜に触れた時のアレルギー反応で、くしゃみや目のかゆみ、鼻水の原因だ。ただ、雷雨喘息の起こる仕組みは異なるんだ。雷の影響で空気中の花粉が急速に水を吸収して、膨らんで破れることで、その細かな部分が鼻を通って気管や肺に到達するんだ。それを聞くと少し気持ち悪くなるわね。直接肺まで行っちゃうのね。それが喘息の原因となるんだ。花粉に敏感な人は、花粉で気道が腫れてしまい、粘液で詰まり、呼吸が困難になることがある。そして、これまで花粉症じゃなかった人でも雷雨喘息により発症するリスクがあると言われてるぜ。それは厳しい話だわ。
実は日本でも、特に台風や梅雨の時期には外来の患者数が増えることがあるみたいだぜ。ちょっと話がそれたけど、ANN ニュースが9月14日にうちモンゴルや北京での症例増加の原因を雷雨喘息として伝えていたぜ。雷雨喘息が日本でも原因かもしれないわね。果たして、放射能か、それとも喘息か。今、放射能の話を取り上げてるのは主に動画サイトや個人ブログだ。大手メディアは報じていないようだな。どちらの情報も客観的に判断しなきゃいけないな。でも、放射能や石炭汚染と同時に、喘息の症状が出るのは疑問に思うわ。ああ、隠蔽する歴史がある国だから疑ってしまうな。C国は時折、市民やメディアの情報をコントロールしているし、その隠蔽体質は世界が見ているからな。私たちだけじゃなく、多くのネットユーザーも不安になっているみたいだぜ。C国のメディアが焦点を当てて雷雨喘息を報道しているのを見て、疑念を抱いている人も少なくないようだな。確かに、それが気になるのはわかるわ。なんだかうさんくさい感じがするよね。意外と関係が薄いはずの日本の ANN ニュースでも、雷雨喘息に関する報道があったのは気になった点だ。ネットで調べれば情報はすぐ手に入るけど、疑ってみると、すべてが怪しく感じるものだな。実際、日本では前年にも TBS のサンスピで雷雨喘息を取り上げていたらしいんだ。そうなの？じゃあ急に報道されたわけじゃないのね。ああ、情報を冷静に捉えることが大切だぞ、霊夢。陰謀論はどこまででも深まるから、どの情報を信じるかは慎重に選ばないとな。そうよね、放射線の話も真実があるみたいだし、雷雨喘息の件も根拠があるでしょうし、正確な情報を得るためには、様々な視点から調査する必要があるわね。その通り。今回 C 国が日本の放射能問題を取り上げていたタイミングで混乱が生じたのも事実だからな。それが一因かもしれない。放射線問題に関する攻撃的な態度やバッシングも、C 国が意図的に我々の注意をそらす手段だったかもしれないな。だけど、C 国の情報操作の歴史があるから、そのような見方をされているんじゃない？確かに。もし喘息が自然な原因なら対処がしやすいが、放射能が関与していれば、C 国の将来が難しくなるだろうな。隠し続けることはできないからね。被害が大きくて隠せなくなることを防ぐことを祈るしかないわ。ああ。C 国内には放射線量が高い場所も確かに存在している。その部分の対応は期待しているぜ。以前のコロナの時も、最初は大したことないと装っていた国だしな。新しい疾患を取得しているとも思える。重症の喘息なら、全く納得できないとも思わないわよね。まさにそうだ。もし花粉が本当の要因なら、時期ごとに大量の患者が出る恐れがあるぜ。どんな疾患でも怖いけれど、未知のものってやっぱり気味が悪いわ。ああ、適切な対応のために、原因の特定は必須だろう。花粉や天候だけが問題なのか疑問だな。対象が C 国だと、すべてを信用できなくも感じるし、事実もあるだろうし。情報型でどう判断していいか迷うわ。報道内容がすぐに信じられないのは、C 国のこれまでの行動のせいなんだよな。まだ色々気になるから、引き続き情報を収集しようと思うぜ。ということで、今回はここまで。いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。中国不動産市場のバブル崩壊によって、世界経済に与える悪影響について解説していくぜ。建物が完成しているのに誰も住んでいないから、幽霊マンションと言われ、深刻な問題になっているわね。それじゃあ早速、ゆっくりしていってね。バブル崩壊といえば日本だけじゃなくアメリカも経験しているぜ。日本が経験したバブルと、中国不動産バブルは似ているところが多く、これらの教訓を生かし危機を回避できるのか、中国に注目が集まっているんだな。悪化が止まらない中国不動産市場が、今後どうなっていくのか気になるわね。ここ20年ほど言われ続けているんだ。中国で起きた不動産バブルの経緯と、それに伴い世界へ与える悪影響を説明していくぜ。まず日本が経験したバブル経済とは好景気で湧いていた1980年代後半のことだ。令和を生きる20代30代はバブル経済を知らないだろうな。1986年から1991年にかけて起きた社会現象なんだぜ。発端となったのは1985年9月のプラザ合意だな。何のことかしら？先進5カ国の財政を握る人と、中央銀行総裁によるドル高是正への合意のことだな。もっと簡単に言うと各国で協力してドル下げを目指そうってわけだ。そもそもドルの価値を引き下げようとして始まったのね。でもなぜドル高ではダメなのかな？国際貿易では通貨が安い方が有利になるからだぜ。具体的に説明するとプラザ合意の前、日本円とドルの交換レートは1ドル約240円だったんだ。
だがプラザ合意後は1ドル約120円までドル安が進んでいたんだな。つまり日本円で240万円のものが1万ドルで買えるところ、アメリカでは2万ドル必要ってことだ。つまり日本から見れば円が高くなったとわかるよな。なぜアメリカはここまでドル安を進めたかったのかしら？当時のアメリカは貿易赤字を改善しなければ国家財政の破綻とも言われていたんだぜ。それだけドル安にしなければいけない理由があったんだな。そこでドイツとイギリス、フランスを巻き込んでドル安へ誘導したんだぜ。これによって日本は製造業中心だったため、海外で売りたいものが売れない状況で大きなダメージを受けたんだ。そこで日本銀行が動き出したんだぜ。何をしたのかな？金利の引き下げをして景気を支えようとしたんだ。金利を下げれば借金の利子を抑えることができ、お金を借りやすい状況を作ったんだな。これによって政策金利は、戦後最低水準となる 2.5 を記録しているんだぜ。バブルは多方面から近づき国営巨大企業であった NTT が株式市場に上場したんだな。2ヶ月で3倍近くの株価をつけブームを起こしたんだぜ。すでに日本の株式市場は活発化していたんだ。バブル崩壊とどう結びつくのか、いまいちわからないわ。日本の株式市場は銀行からお金を借りなくても、新しい株を発行すれば資金を調達できる環境があったんだな。だが民間銀行からすれば大企業を相手に以前のように、貸し付けて利子を得ることができなくなったんだ。そこで土地に目をつけたんだぜ。企業相手ではなく不動産融資を行うようになったわけだ。これによって土地を買う人が増え、土地の価格が2倍3倍と高値を更新していったんだ。需要があったからこそ価値も上がり続けたのね。本業以外にも儲けを生む財テクとも言われ、株や土地への投資を主体とするのではなく、企業は保有している土地を担保にしていたんだぜ。例えば1億円の土地を担保に5000万円を借り、その5000万円で別の土地を買うんだ。そして土地の価値が1億円になったらまた別の土地を担保にし、お金を借りる仕組みなんだ。こうやって土地への投資が拡大していったのね。東京都ではマンション価格が平均年収の18倍にまで上がっていたんだぜ。富裕層しか住めないわね。株価も上昇を続けたことで土地や株を持っている人たちは、何千万もの資産を保有していたんだな。つまり消費も増え景気も活性化していったんだぜ。だが株価をはじめ土地価格の下落や、銀行が貸したお金を回収できないなど徐々にバブル崩壊に向かっていったんだ。バブル崩壊ってこんな状況だったのね。改めて知ることができたわ。この日本のバブル崩壊を踏まえ、中国における不動産バブルはもっと強烈とされているんだぜ。広東省府華市？市ではマンション価格が平均年収の57倍、北京市でも55倍に達したそうだ。だが中国の不動産バブルも永遠には続かなかったぜ。住宅価格が下落し始め、今は不動産市況が大変なことになっているんだな。2021年時点で中国の不動産大手である日差し大集団が負債総額およそ47兆円に上ると発表したんだ。赤字が膨らみ資金繰りが悪化していく一方なのね。その通りだな。多くの不動産企業が経営困難になり破産に陥っているぜ。不動産バブル崩壊に伴って中国の経済成長も鈍くなり、経営破綻に陥っている背景は日本のバブル崩壊に似ているんだな。資金調達のため不動産融資など規制を行うも、苦境に変わりなく経営破綻に向かって少しずつ近づいている現状なんだぜ。問題は中国だけじゃないよね。世界へ与える影響はどうなのかしら？もちろん。中国と親交の深い国をはじめ、債権を保有している世界の企業も影響を受けるから甚大な被害が予想されているんだな。日本では中国の輸出額が全体輸出額の4分の1を占めているから、受ける被害は大きいと言われているんだ。中国の現状は具体的にどうなっているのかな？幽霊マンションと呼ばれ話題を集めたのは何年も前のことだな。購入したマンションがいつまで経っても完成せず、住めないにもかかわらず住宅ローンの返済を続ける状況だ。何それ？日本じゃありえない事態じゃないの。それじゃあなぜ中国政府はこんな事態を招いてしまったのか詳しく説明していくぜ。そもそも中国で不動産バブルが発生したのは、1998年の住宅制度改革が一つの転換点とされているな。中国の住宅制度って何かしら？中国はかつて国有企業の改革を課題に抱えていたんだ。後に詳しく説明するが企業に勤める従業員の住宅は、一種の福祉として、無償に近い低家賃で供給されていたんだな。だが安すぎる家賃の回収はおろそか維持費さえ補えず、不足分を国が負担していたんだ。
建築をすればするほど国の負担が大きくなり逼迫していったんだ。これらは個人の階層によって分配されていたから都市民の不満も高まり、1978年に住宅制度改革を始めたんだな。つまり福祉として供給してきた住宅に対して見直しを言ったのね。その通りだぜ。従来の低家賃から住宅の維持管理可能な水準まで家賃を引き上げ、個人負担を求めるようになったんだ。実物給与の福祉制度を商品貨幣制度に移行させることで、公平な住宅体制を目指したんだぜ。これにより住宅困窮世帯が存在したんだな。政府の抱える課題とはいえ、国民からしたら勝手な話にも思えるわ。確かにそうだな。住宅制度改革を行うきっかけになったのは、1997年アジア通貨危機だと言われているぜ。タイを中心に始まったアジア各国の急激な通貨下落だ。この通貨危機は予想をはるかに超え拡大し、長期化かつ深刻化していったんだな。タイの景気が下落局面に入り、金融機関の不良債権問題が顕在化し、経済成長や輸出の減少が大幅に下落し始めたんだ。中国の輸出が大きく落ち込んでしまったんだぜ。当時の日本はどんな影響を受けたのかしら？日本は戦後早くからタイへ進出した企業も多く、馴染み深い国だ。特に自動車産業では為替変動に伴いコストが増加し、操業停止を強いられていたんだな。住宅制度改革は当時の総理、主要機が内需振興策の一つとして推し進めた改革なんだ。国有企業の負担を減らし、経済成長を維持するには国内需要の拡大が必要だったんだな。住宅を与えるのを止めて、国民が各自で住宅を購入する仕組みに改革すれば、国内需要を高められると考えたんだ。結局は国民に負担させる流れなのね。そもそも住宅制度改革の背景には、大きく分けて3つの目標を掲げていたんだぜ。5つ目はさっき説明したように従業員の社宅を確保するため、国有企業は膨大な費用が必要でコスト負担が大きかったことだ。国有企業の競争率を上げるためにも住宅を含め福祉負担を減らし、住宅取得と社宅を切り離さなければならなかったわけだな。地方政府と勤務先、個人の3社がそれぞれ住宅建設コストの3分の1負担する33税払い下げから始めたんだぜ。国民の収入が上がったわけでもないのに負担するなんて、この改革は達成できると思えないわね。その通りだな。結論、この体制は根本的な解決につながらなかったんだ。国民の支払い能力が向上しないと成り立たないからな。二つ目は行政によって福利厚生の目的で建設された公有住宅とは異なり、住宅を商品として住宅市場で直接取引することだ。これまで供給されてきた住宅は、従業員の職歴や勤務年数に応じて大幅に割り振りされ、企業内部で行われていたから経済に占めるシェアが低かったんだな。コストがかかるとはいえ、企業からすればいくらでも建築することが可能だったのね。そして三つ目は不動産業が国民経済成長の牽引産業となるよう発展させていくことだ。住宅の現物配給や譲渡を一律すべて禁止するように通達を出したんだな。その代わりに従業員の住宅補助として、住宅取得補助一時金と公的住宅積立金制度の導入を認めたぜ。一部の都市に限っていた体制を全国に広げ、住宅建設の加速を止めようとしたんだ。都市再開発に伴う立ち退き者は保証金を元手に、市場から代替住宅を自ら取得することになったんだな。企業は保証を得て国民は住宅市場を通して、自由に契約することが可能になり国内需要が増えていくわけだね。福祉やコストの負担から解放された企業だが、住宅価格の急騰を作り出してしまったんだ。需要が供給以下に制約され管理していたが、水面下に抑えられていた潜在需要が一気に吹き出し、市場における需給がアンバランスになったんだぜ。価格上昇に転じたように思えた不動産市場だが、投入されたお金つまり投機マネーの影響を受けたことで、価格上昇に拍車をかけ住宅価格が急騰スパイラルに入っていったんだ。需要の増大した市場に多額の投機マネーが流入すると、価格高騰やバブル経済などを招くことがあるんだな。目標達成かと思いきや課題は募る一方だわ。他にどんな影響を受けたのかしら？中低所得者は住宅取得が困難になり、取得できた人はローン返済で生活が圧迫、さらに不適切な開発計画や契約トラブルまで問題は山積みなんだぜ。政府は公共の立場から住宅価格の監視や、急騰抑制に努めなければならないよな。だが本来の役割に逆行するかのように、高地化を施行したり時価の上昇につながる措置さえ言っていたんだ。具体的に何をしたのかな？地方政府が財政収入を増やすためには高地化を演出する必要があり、税源に関わる中央政府と地方政府の取り決めを指す分税制を行ったんだな。これによって土地使用権譲渡収入が514億元から6412億元に増加し、
地方政府の収入を潤したんだな。問題はまだまだあるんだ。2008年にはリーマンショックが発生したぜ。アメリカの有力投資銀行であるリーマンブラザーズが、経営破綻したことをきっかけに発生した世界的な株価下落金融危機だ。中国の経済成長を支えていた輸出が急速に鈍化したのかしら。その通りだぜ。対策として不動産分野での投資を積み増すことで、高い経済成長率を目指す政策運営を行ったぜ。不動産が売れ続けることで地価も高騰し、値上がりを見込んで投資もさらに加速するという、相乗効果を失い不動産バブルが発生したんだ。中国が行った住宅制度改革や地方政府の地価上昇を目指す動き、さらにリーマンショックなど多方面からの要因が重なって生じたわけだぜ。単に5つの要因が拡大し、不動産バブルを引き起こしたわけではなかったのね。経済危機を引き起こした、最大の社会問題とされているのが未完成住宅問題なんだ。どういうことかしら？中国では多くの物件が完成する前に販売され、購入者は頭金を支払い、居住前からローン支払いを開始していたんだな。だが政府の規制強化により開発企業の資金繰りが苦しくなり、代金支払いの不安から建設会社が工事を中止するケースが増加したんだぜ。身勝手にも程があるわ。その結果物件の引き渡し目処が立たない中、ローン返済だけは要求され続ける状況になったんだな。もちろん購入者はローン返済拒否を宣言する抗議活動を始め、次第に全国に広がっていったんだ。対象となるローン支払い拒否の総額は約49兆円という試算もあり、不良債権化するリスクも懸念されているんだぜ。新築物件なんて特に売れない事態になっているのね。経済の不安定化から中国政府は、企業の資金繰りを支援するため開発業者向け、貸し出し制限の一部を緩和し始めたんだ。つまり住宅ローンの頭金比率を引き下げたんだな。そして負債を強制的に減らす3本のレッドライン政策を打ち出したんだ。怪しい政策にも感じるけれど、何かしら？不動産バブルが膨張して、債務問題が深刻化することは避けなければならないと習近平国家主席が考えを明確にし、実施した規制のことだぜ。これにも3つの柱があり、まず不動産会社の負債は資産の70を超えてはならないことだ。そして自己資本に対する負債比率が100以下であることだな。同時に、現金は少なくとも短期借り入れ金と同等の比率でなければならないという3つの政策だぜ。金利をつけて返済しなければならない有利子負債は年軸で管理されているんだな。基準を定めることで供給を抑制しようとしたのね。3つの基準を超えるとレッド企業とされ、有利子負債を増やしてはならないという課題を課されるんだ。2つの基準を超えるとオレンジ企業とされ、有利子負債の増加ペースが年後以内になるよう管理されるんだな。このように基準を目安にランク分けされ、負債の増加ペースを明確にしたんだぜ。負債の深刻化は改善されたのかな？不動産企業の土地取得面積は大きく減少し、一部の不動産企業は資金繰り難から破綻のリスクに直面しているんだ。有利子負債を増やさないと、破綻してしまう不動産企業が続出したってわけだぜ。3本レッドラインに触れた不動産開発企業は減少するどころか、むしろ増加したんだな。さらに中国の不動産市場は借り入れ金で開発や販売に取り組み、売却代金で返済するというビジネスモデルが多く採用されていたんだぜ。債務問題の深刻化を防ぐ本来の目的を見失ったのね。そうだな。3つのレッドラインは中国政府が予想した以上に不動産市況を冷え込ませ、逆に住宅価格の下落が止まらなくなったんだ。そして不動産バブル崩壊を加速させたんだな。2021年には決算を公表できない企画や開発事業をメインに行う企業、つまり不動産デベロッパーが増えて市況の悪化が顕著に現れたんだ。中国の主な企業として中国日差し大集団や華強業集団、緑地香港、宝有機産などが決算発表を延期しているんだな。大企業にとって大打撃を受けているのは間違いないわね。不動産企業を救済するのではなく、資産の切り売りを加速することによって不動産市況を安定させようとしているが、事態は好転していないんだぜ。経営破綻の影響は2021年に入って、不動産業者の約10万のうち規模が小さい業者をはじめ300社以上なんだ。不動産業界は多くのものや人に与える影響が大きいため建設業や鉄鋼業など、関連産業に広がっているわけだな。中国の GDP の30近くを占めると言われる不動産関連セクターで、企業の資金繰りはさらに悪化し事業運営に行き詰まる企業は急増する恐れがあるとしているんだぜ。経済成長の低下要因の一つなのね。仮に中国の不動産市場全体が機能しなくなったら、どうなるのかしら？
不動産業界の仕組みを得、企業に融資を行っている金融機関や企業などが資金を回収できなくなり、雪崩式に他の業界にも影響が及ぶぜ。現実になりつつあるって状況を考えたら、より一層怖いわね。2021年7月から9月までの GDP 伸び率は、前年同期比プラス 4.9 だ。コロナ災いからの落ち込みから大きく無事回復し、2021年1月から3月期は 18.3 の伸び率だったんだぜ。これを踏まえたら伸び率が明らかに低下していることがわかるよな。この要因として不動産バブル崩壊が大きいんだ。ここまで多くの課題を抱えて解決する日は来るのかな。他にも考えられる要因があり、中でも半導体不足問題だぜ。世界的な半導体不足や中国国内での電力供給の制限などで、企業の生産が伸び悩んだんだな。ゼロコロナを目指す政府の強烈な対策によって、観光需要も落ち込み個人消費が低下したことが考えられるぜ。不動産バブルの崩壊とコロナ災いが重なったことは、中国にとってかなりの大打撃だったんだな。中国経済の動向は、円や日本株を含む世界の相場に影響するから、今後も注意して見ていく必要があるんだ。日本はどんな影響を受けるのかしら？少なからず全く影響を受けないとは言えないな。中国で注目を集めた不動産といえば、中国不動産大手の久志大集団だぜ。国内の280以上の都市で1300以上の不動産関連事業を行い、860社以上の企業と戦略提携しているほどの大企業なんだ。2021年11月にはドル建て債の利払いができなくなり、デフォルトしたんだな。その額8249万ドル分だぜ。デフォルトって何かな？本来履行されるべき債務が履行されなくなることだぜ。大企業でさえもデフォルトしてしまうほど、中国の不動産バブルの影響は凄まじいんだな。この久志大集団のデフォルトは第二のリーマンショックと呼ばれ、世界的な金融危機に陥ってしまうのではないかと危険視されているんだ。だが現実は一時的な株式変動で、久志大集団の株を持っている人だけ影響を受けたんだな。株式投資を行う人には痛いわね。と言っても金融危機を回避すべく、早くから多くの投資家は久志大集団の株を手放していたんだぜ。久志大集団にとって主な借入金は国内の金融機関が多く、日本でも主要な銀行や保険会社、証券会社は直接的な影響を受けず最小限で済んだわけだ。だが土地の所有権がない中国とは違い、日本では所有権が認められているから、国内には中国富裕層が多くの不動産を保有しているんだぜ。上海のマンション1個を買う値段で、東京のビルが買えると言われるほど、東京の不動産は中国と比べて安いんだな。コロナ災いにより遠隔で不動産購入する人は多いんだぜ。安い上に所有権も安定しているから人気なのね。日本の不動産市場に与える大きな影響として、中国の不動産価格が下落すれば、日本の物件に割安感がなくなる可能性があるんだ。さらに中国の富裕層の減少が続けば、中国人投資家が日本の不動産を購入することも減ることになるんだな。日本の不動産価格の下落や、貿易を中国に頼っているケースも多いため、少なからず影響があるんだぜ。中国不動産産業の回復は、未だ見通しが立っていない状況なのね。中国が抱える課題は多岐にわたり、教育や医療のインフラといった社会資源や、住宅市場のアンバランスな状況が変わらない限り、根本的な解決にはならないんだ。日本はバブル崩壊後20年以上苦しい経済情勢だったな。経済と株価が長期的に低迷したことで、失われた20年と言われていたんだ。中国は失われた何年と言われるんだろうね。日本をはじめ他国が経験したバブル崩壊から、中国は何を学び生かしていくのか注目されているんだぜ。日本の景気下降期における景気刺激策のあり方も、中国にとって参考になるだろうな。中国不動産バブル崩壊が日本企業に影響をもたらすことを念頭に考える必要があるぜ。ということで、今回はここまで、いかがでしたか？ぜひコメント欄で皆さんの意見や感想も聞かせてくださいね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。